こなす浅漬け浅漬けとは、野菜を短時間、塩や調味液で漬けた漬物のことである。即席漬け、かずよ漬け、おしんこなどとも呼ばれる。また、調理法として、酢漬けやぬか漬けなどの漬物を短時間で引き上げたものを浅漬けという場合もある。塩が少量の浅漬けでも、塩分による味や食感の変化だけでなく、乳酸発酵も進んでいる。新生姜は、 それまでの古漬けと違い、浅漬けの走りとなったものである。漬物専門店で多くの浅漬けが売られている。また、切った野菜を塩でもみ、昆布、唐辛子などとともに、タッパーや袋に入れておくだけでできるため、家庭でもよく作られている。また、野菜にまぶすだけの調味液も市販されている。加工食品としても人気があり、漬物生産量も多い。 葉野菜などは水分が減るために旨味が凝縮されるとともに傘が減るので多量の野菜を摂取しやすくなる。また、発酵を伴わないので野菜の色が抜けて汚くならない。乳酸菌で発酵させる漬物は乳酸が雑菌の多くを死滅させるが、浅漬けは発酵を伴わず、pH も固定度と発酵させた漬物に比べて酸性が弱いものが多い。 朝漬けが原因とみられる、腸管出血性大腸菌による食中毒はしばしば発生しており、死亡者が出た事例は2000年に1人、2005年に6人、2012年に7人となっている。菌の由来は野菜の肥料となる牛粉体肥であると考えられており、不十分な発酵過程で大腸菌が残存し、結果的に野菜に菌が残留するというものである。 野菜の加熱処理がない場合や地や塩素酸ナトリウムによる処理が不十分であると、消毒に対する思想、体制の不備のほか、余分な塩分や食品添加物が少ない食品が好まれるという消費者の思考の変化もあり、菌が生存する可能性は高まる傾向にある。2014年に東京工科大学の研究グループが浅漬けの風味を劣化させることなく、 腸管出血性大腸菌増殖を抑制する効果を持つ乳酸菌を発見したことを報告した。地方の特産物となっているものもあり、日本各地で作られ、食べられている。白菜に調味液を加える、浅漬け式で製造される日本のキムチもある。酸味が少なくあっさりとした風味になるので、日本で人気があり、市販の調味液を使うことによって、家庭でも 短時間で簡単に作ることができる。マリネは、魚、野菜などを酢に漬け込む、浅漬けの一種である。ありがとうございます。